佐賀競馬パッカルジョッキーインタビューこんにちは新興の青木里奈です佐賀競馬パッカルジョッキーインタビューこの番組は佐賀競馬所属の騎手を毎回お一人お招きしてねほりはほりお話を伺う番組です第十九回目の今回は吉田純次騎手にお越しいただきました吉田騎手、よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれではまずはじめに吉田純次騎手のプロフィールをご紹介いたします吉田騎手は1968年 1>, 1月12日生まれの51歳宮崎県のご出身です1985年4月12日に佐賀競馬場でデビューされました現在の成績は4月18日現在地方競馬通算16666戦2115勝ですそれではお話を伺っていきたいと思いますよろしくお願いいたします,しますえ皆さんにここに来ていただいて皆さんにまずは オフの日何してますか、プライベート何してますかっていうお話をお聞きしてるんですが、はい、プライベート、お休みの日とかはどういったことして過ごされてますかです、ね、あのうちのが休みのときには道の駅に行ったりとか奥様とドライブです,かドライブですね<う>遠くの道の駅まで行かれるんでしょうかそうですねいろいろ調べて行ったりとか、はい、途中で、まあ、なんかおいしいものがあったらそこに立ち寄ったりとか。あ じゃあもうドライブばっかりですかねドライブされてお出かけして奥様が奥様のじゃあ要望を聞いてお出かけされてるんですねまあそうです、ね、素敵ですね素晴らしいですね <laughs> <laughs> でどの辺までドライブ行かれますかま伊、あ、藤島の方とか伊藤島から、うん、だいたい佐賀の方に回って帰ってくるのがいつもの コースですか。コースですかね、えー。じゃ、あ伊都市沼の,の方まで行って、もう道の駅というと。どういったもの、お買い物されたり、どんな道の駅に立ち寄られるんですかす。まあ、魚、全般的に。うん、やっぱり魚がいいとこなんで、うんお。そうですよね、海ですからね、近くがね。お魚買って。魚買って。じゃ、あお家にもう魚持って帰って,って。帰って。ですさ、ね、ば、はい、いて食べるって感じですか。か、はい、お料理はされるんですか。 まあ、結構やりますうそうなんですか、はい、じゃあお魚も料理とかもされるんですかそうですねはいあ、そうなんですねすごいさばいたりさばいてますね大き,大きいお魚とか買ってかれるんですかまあ丸のままが多いです、ね、あ、そうなんですねその場でやってもらうじゃなくてお家でっていう感じですねはい,、はい、いや素敵な旦那様ですね <laughs> いや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 じゃあその道の駅とかもぶらついたり最近は糸島ということですけど最近というかお気に入りというか場所なんかおすすめの場所ってあります、まあ途中にいろいろこう、うん、パン屋さんだったりハム屋さんだったりあるで<う>その辺に寄ったりするのが多いですかね。 なるほどやっぱそうですよね醍醐味ですよね立ち寄ったりするのがですね、うん、おすすめのお店とかありますハム屋さんだったら指宿<う>とかわあ、これは鳥栖市民の皆さんもきっとご存知だと思いますので<ー>ね美味しいですよね美味しいですお気に入りですかお,お気に入りですえー、特になんかこれが美味しいなっていうのはまあビーフジャーキーとかおビーフジャーキー あとハムとか結構そこで作ってあるんでええグラムで切ってくれるんでお<ー>好きなだけでそうなんですね、はい、じゃあお肉もお魚も大好きっていう感じですねそうですねで手前にパン屋があるんではい、はい、そこでパン買って、まあ、ハム買った時は。はい 自分家でサンドイッチしたりとか。ああいいですね。素敵な休日ですね。<laughs> 素晴らしいですよね。じゃあ奥様と一緒にお出かけされることの方が多いですか。ね休みが、うん、まあ会うときはほとんど一緒に買い物行ってますけど。お一人のときは何をされて過ごしてるんですか。もうほとんど映画ばっかり見てますけどね。うん、お家で DVD 見たり。ええどう洋画方かががどちらを。 要は多いですどんな何系の映画を見られるんですかアクション系とかもホラー系とかいろいろありますけどまあい,いろいろ見るんですけど、うん、やっぱああいうモンとかも好きなんで<ー>結構サスペンス系も見るしアクション系も見るのは見ますけど、ねうん、でも,も結構お休みの映画でもじっくりも,もうほとんど 終わるみたいな。そうなんですね。もう結構ねあのいろんな過ごし方されてる方多いんですけども、映画とかドライブとかっていうねとっても素敵な休日の過ごし方をされてることをお話伺ってしまってありがとうございました。うん、本当プライベートなお話をねということですが、そろそろお時間ですので見てくださっているファンの皆様にメッセージをいただけますか。えまあ、これからもサーキューバをよろしくお願いします。今日はいろいろとお話しありがとうございました。 以上、佐賀競馬第十九回パッカルジョッキーインタビューでした。さようなら。よかったら一緒に手を振っていただけますか。あ,<ー>ありがとうございます。